別の装備でちょっとやってみようかな。じゃあエディットがありまして、どうしようかな。まあエディットだと、まあ、グラスリーやってる方はご存知かと思うんですけども、まあ、ミサイルとフォースまで、まあ、こういう個別に選択するようになってまして、どうしようかな。アッパーでバーティカルはすごい意味ないね。スプレッドガンしようかな。でちょっとこいつを使ってみようと思います。オプション、フォースで、これあのカラーが選べるんで、このパープルを選びたいと思います。私自身が来週に、まあ、分散した感じで夏休みが取れるようにしたので、来週は月曜は出社なんですけども、火水休みをいただく感じで、反射レーザーですね。どこぞのゲームだみたいな。この反射レーザーの実装がまあ大変だったんですよね。特にこういう縦スクロールする時の反射レーザーが最初全然イメージつかなくて、まあご存知の通り、あの R タイプをモチーフにした反射レーザーで、でオプションから出てくるレーザーは前方向しかないようにしてます。そうしないともう全部反射レーザーだともう強すぎちゃうんで、何もしなくても前進めるみたいな、そんな感じになっちゃうんで、それだとちょっとゲームとして成立しないんじゃないかなと思って、こういう感じでオプションは短めにしてます。危なくなかった今。あれこんなに時間かかった？とか弱いんですよね。反射レーザーはそのグラディウスのレーザーと違ってワインダーできないんで、発射したらもうその、Y の位置が決定しちゃうんで、これ2面
課題的に対して結構不利だったりするんじゃないかな。どうだろう。ああまあでも反射がいい感じに前へ行ってくれてる感じです。ああ、ミサイルが当たらない。あ、やべ、溶かす。こう、狭い通路だと反射レーザー強いっすね。あ、この場合どうなるんだ。下に行けないぞ。しかもミサイルも上に行っちゃってる。あーなんか押されてる感。あーやばい。あれ反射レーザー弱いね。あーやばい弱い。もうすーげー石が。あのあれなんですよね、ミサイルがそのショットの倍の攻撃力持つんで、ミサイルをうまくこう、危ない。当てていけば、あ、こういう感じですね。で、このワインダーができないで、このような敵に対しては、ちょっと弱いですよね。もうね、あの敵が縦に動くんで、こうワインダーできないレーザーはきついっすね。だからオプションをこう縦に配置すれば、まあ、ボスが縦に動いても、まあ当たる、何らか当たるんだろうな、みたいな。そうだ、このまあソースは GitHub で管理していて、で NPM で、あ、危ない。いくつかパッケージをインストールした開発環境にしていて、で僕いつもまあアップデート、そのパッケージのアップデートは欠かさず行っているんですね。そのセキュリティとかも考慮しているんで、当たらない。なんで反射しないんだろう。ここダメか。反射する場所そこじゃねえよな。あー当たった。そこじゃねえよな。まあこういう場所は強いですね。なんだっけ。あ、パッケージアップデートして、まあ今回もさっき話した回収分の他にパッケージアップデートをしていて、で今日なんかタイプスクリプトが 4.8-2 今日なんかアップデートされたんですね。でちょっとアップデートしてみようかなと思ったらですね、なんかその
まあ、タイプスクリプト以外にも、まあ、それに関連するパッケージ、例えばリント系とか入れてるんですけども、そのパッケージがそのタイプスクリプトの最新バージョンに対応してないっていうことで、まあ、タイプスクリプト自体はアップデートできたんですけども、なんかリントチェックでたくさん大量のエラーが吐かれて、これはダメだなと思って、今回は見送りにしまい、まあどっかのタイミングで上げてくれるんじゃないかなとは思うんで、まあそれまで待ってようかなという感じですかね。まあ、大体パッケージアップデートしたら、そのアップデートした後にやることは、まあ、そのリントチェックと、あとテストコードも書いてるんで、テストコードを実行してエラーがないかと、あとビルドですね。あれ当たんない。あー当たんねー。当たった。あめー。心もとない前の攻撃、あぶねえ。ちょっとバリアないと不利ですね。不利というかできないです。あのクリアできないかもしれない。まあ反射レーザーのおかげで、まあなんかね、自分が狙ってないとこもこう破壊できたりとかするから、まあ嬉しいような、まあ嬉しいか、倒せればいいかな。めっちゃめっちゃ重いな。あれ？やっぱ重いな。まあ今使ってる Windows がちょっとなんですかね。まあ超小型 PC 使っていて、でファンレスなんですね。で今日って結構暑かったんで、もう筐体が多分今熱々な状態、熱いですね、めちゃくちゃ熱い。だから筐体熱いんで、少しなんですか、底面のところを少し浮かしてるんですね。まあでもそれでも熱いんですけど、あれ なんか言おうとしてただけど忘れたな。もう欲しい。あーレーザーは実装するときにもうあれなんですよね、打った瞬間にもう行く方向を決めてるんですね。もう決め打ちしちゃってるんで、でもそうしないとこういう縦スクロールでですね、どうしてもなんかズレが出るんですよね、反射レーザーの。
そのワインダーできちゃう、まあ、うん、できる、ワインダーしちゃうとなんか違和感あるんですよね。でそれが嫌で、ね、もう打った瞬間にもう方向を決める。あれちょっと待って、危ねーようにしています。スクロールも、あー大丈夫そうだ。打ち負けしそうな気がするんだよな。怖いな。大丈夫か。どうだろう。危ない。だから、なんですかね、こう、オプションと時期をこう集めて攻撃するみたいな感じかな。スタイルの流れいいっすね。これはすごいこだわって、やっぱグラスリーのミサイルがすごく自分にとってこう一番影響を受けたっていうか、当時グラスリーが出た時89年か、その時にミサイルが2連射っていうので、これすげえなーと思ってですね。まあでもその代わり、そのゲームの進行はすごい遅くなったっていうか、まあやっぱり登場するキャラクターも多いから、もうそうならっちゃうんでしょうね。だけどやっぱり2連射っていうのはすごく自分にとってはこう影響を受けた装備ですね。なんで影響を受けたんで、今回のこのゲームに、まあ、このゲームではミサイルは2連射にしようと。で、まあ、さっき話した登場人物が、まあ、ミサイルがこう増えるんで、こうスペック的に、そのマシンスペック的に大丈夫かなと思ったんですけど、これ作り始めたのが2017年だったんですね。もう5年前か。でもうその時にはまあ、こういう地上がまだない、作り方がまだ全然分かんなかった時だったんで、まあ空中でのゲームをこう作って、空中しか作ってなかったかな。でその時にミサイルとショットで、まあ敵もなんかちっちゃい敵を20個ぐらい敷いてやったら、まあなんですかね、全然普通に動かせたんで、まあじゃあミサイルは2連射でも大丈夫かなみたいな感じで、でもまあこうすごいっすよね、 JavaScript でこうやって動かせるんで、まあある意味ちょっとこの実装するタイミングも、まあそこも運が良かったかなと思ってですね、まあ
今みたいなこういう形に出来上がったのが、まあ大体2年ぐらい前かな。あ、何やってんの、もう。しまった。やば。あーと、ちょっと待てよー。いけ。もう。どうしよう、このボスか。逃げ、逃げ、ちょっとスピード上げて逃げの戦闘で行こうと思う。どうだ、ダメだった。そっか、いけるかな、どうだろう。あー、ミサイルがない。どこから出てくるんだろう。危ない。あー、怖い。いけるかな。あ、あ、もうね、これあれなんですよ、細胞吐き出す場所、やばい。はあ、細胞吐き出すのはランダムなんですよね。やっぱランダム良くなったか、風に考えたら。いやー、なんかランダムだと楽しいだろうなと思ったんですけど、良くないっすね。あー、で、どっから出てくんだろう。これ怖い。あ、やばい。危ない。そう、当てると、膨らんじゃうんですね。で、あ、ダメか。ダメだー。ダメだー。まあ、グラスリーで言うと、モアイですよね。バイフか。ああいう感じの要領で逃げるんですね。ただ、当たりどころが、当たりどころっていうか、その、細胞が、出てくる、場所とか、まあ、この6つのなんか山みたいなやつが、まあ細胞を吐き出すんですけど、そのまあ吐き出す細胞の場所がランダム。ダメか。あー、あー、いや、方が良かったんだな。あ、やべ。あ、まあいつはフリーベイ、フリーベイじゃねえ、スプレッドガンか。スプレッドガンはこういう感じで、今時期に対しては3方向なんですね。で、オプションを取ると2方向で、かつ角度が変わってくるんですね。どんどんこう、
90度寄りになるっていう。いけろ、いけるか。ここでもうここで登場。あ、ダメだダメだ。お、いけた。おお、ここで集団にさせておけば大丈夫。あ、いい感じにまとまってくれてますね。よかった。よし。気をつけて、気をつけて、気をつけて、気をつけて。一応キャラオーバーもちゃんと実装しています。この行動量どれくらいあるんだろう。ちょっとその辺、まあコマンドで確認できるか。打っちゃうと大きくなっちゃうんで、大きくなっちゃう、細胞がですね、細胞が大きくなっちゃうんで、そうするとさらにじゃねえな、不利になっちゃうんで。危ねえ、そろそろ終わってほしい。よし、さあ火のステージか。どうやっていこう。あ、やば、これはちょっと心もとないな。フリーウェイは、フリーウェイじゃねえ、また間違えた。よいしょ、っと、青カップルが妙に、おお、まあいいんだけど。あー怖い、やっぱ心もとないなぁ。まあしょうがない、バランスがいいんでしょう。他の装備もクローズ&コンズがあって、あんまり強すぎるとあれなんてね、極パロのこいつみたいな、ゲーム配信してるの見ると、見てももうこいつしかないみたいなんですね。よいしょ。そろそろ後ろから来るんで、カプセル取りたい。さあー、無理か。反射、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 反射。よし、よし、取れた。さあ、後ろから来るんだけど、まあこれも反射でうまく切れる。結局死に抜けみたいな感じになっちゃうんでね。まあここではもう後ろから敵は来ないんで、まあいいっちゃいいんですけどね。なんとかここまで来たなって感じですね。あ、どうしよう。ここは、あ、まあね、そこから来ますよね。さあ、危ねー。まあ、自爆マッチ、うまくいけば
逃げて逃げて逃げまくれ。大丈夫か。よし。さあ、5面、あ、8面、ん？違う、7面か。ミサイル取って、あ、スクロールも問題なさそうだな。よし、とかよし、で、気をつけろ、気をつけろ、気をつけろ、逃げ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 ろ、よし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 、こうしとれば、ちょっと安心。で、あの、木の、塊が、あー、まあフォースでいいか。うん、オッケー。スクロールも大丈夫そうだね。ね、よし、ここで積み上がろう。オブね、よし、大丈夫だ。オッケー。やっぱさっき一番装備してた時はやっぱキャッシュで更新されてなかったっすね。はい、なんでちょっと配信のタイトル変えようかな。まあ今回今ライブ配信は一番装備プラス、この今、Git で更新された状態のゲームですね。はい。フォース装備するとランクがちょっと上がるんですね。なのでちょっと様子見で行ってみましょうか。危ない。2つか。まあでもよく取れたな。いやーやっぱこういう難易度のでちょうどいいんですよね。グラスリーが難しすぎるんですよね。グラスリーのキューブが未だにクリアできないっていう。そうでしょうか。バーン。よし。さあ、じゃあ、あ、ちょっとスピード速いか。パンカップで取るのが速かった。よし、あと1回。よし、ここで、
壁が。あれ？カプセル取っちゃったか。いやー、やっぱりこの武器はきつい。弱い。いやー、長期戦になりそうだな。倒れない。破壊できないっすね。まあ、ワインダーできないとこんなにあれなんすね。大変なんすね。よし、あ、息増えた。さあ次、あ、これか。このコアが2つあるからさらに時間かかるんじゃないかっていう。11時40分。当たらねー。ははは、よいしょ。まあミサイルはここで出しても意味ないんですけど、ファミコンみたいにですね、AB ボタンしかないみたいな。で、A がショットで、B が装備っていう。そういう感じなので、もう。まあ、それも意図があって、一応スマホもプレイしたいっていう思惑があって、で、スマホでプレイすると、あんまりボタン数が多いと、逆に面倒だなと思って、そのスマホでプレイするやり方じゃないよなと思ってですね、3つボタンって。そう。だから、PC、スマホ共通って A と B ボタンで、あ、なんだ、Siri が。シリがいきなり動きました。なんで？怖いな。さあボスですね。いやー、でもなんだかんだで危ない。なんだかんだでいけましたね。まあ、スペックうんぬんとかの話したんですけども、よし、再開ステージ行こう。一応このゲームの iOS 側の最低スペックっていうんですかね、一応 CPU はA9 かな、確か。あれ、なんで当たんなかったんだろう、さっき。まあいいや。A9 搭載した CPU が、一応最低ラインですね。だから A9 で言うと、なんだろう、iPhone は 6S かな？で、6S と初代 SE が
動かせたんですね。で、以前 iPad Air 2もプレイしたことが、まあ持ってたんで、それで検証機として使ってたんですけども、まあやっぱ A8 で iPad Air 2は A8X だったかな。確か A8X なんか A8 CPU のちょっとパワーアップした版みたいな感じなのかな。その端末でやってみたら、まあ2年ぐらい前なんですけども、この今プレイしてる Windows のミニ PC よりもまだ遅かったんですよね。だけど A9、まあ、iPhone SE 持ってたんですね当時で、 A9 だったら全然サクサク動いてて、でなんか A9 と A8 の違いはなんか GPU エンジンが、まあ、A9 でかなり強化されたみたいなこと書いてあったのかな確か。だから結構サクサクで動いてくれてたんですけども、もうその初代の SE を売っちゃったりとかしたんで、でも今僕が持ってる最低スペックの iPhone はない、今 12 Pro Max を使ってるんで、もう全然スペックは何も気に、あしまった、そうだレーザーが、あこんなとこまで遷移してくれた、あ、起きた。さあ、ここでビッと。危ない。よー、なんとかやろう。よし。いいっすね。で、何落としたんだっけ。あ、そうそうそう。iPad Air 2と、当時はその Air 2と、もう一個 iPad Mini 4だったかな、 Mini 4もあって、で、あれはあれも A8 なんですけど、なんか Mini 2、あ、違う iPad Air 2よりもちょっと CPU が若干劣ってるのかな、なんか A8 って書いてるんですけども、なんだろう、ちょっとなんか微妙に違うみたいなことが書いてあったのかな。で、そのミニ4の方はもうやっぱり遅かったんですよね、どうしても。その JS でなんかそのパフォーマンスを改善する方法とかいろいろ探して、でデバッガーでそのまあ負荷が関わる箇所はまああるんですけども、やっぱりまあ僕のスキルというか今の実装も含めてちょっとそこを改善するのが難しいっていう状態だったんで、まあでも今だったら A10 とか iPhone、A10 だと iPhone 7 かな確か。でもあれ、新しい OS ではもう対応しないのかな確か。iPhone 7 は。なんで、iPhone 7 は実家にあるんですけど、ちょっとそこ取り行くのが、取り行くのはめんどくさい。っていうか、検証するあれもないかもしれないですけど。まあでも、なんだろう、低スペックでもサクサク動かせるんじゃないかなとは思ってます。で、Android は僕持ってないんで、
全く分かんないですね。まあ最近の Android だったら全然問題なく動くんでしょうけど、はい、2週目です。大丈夫そうですね。こういう状態で、うん、オプションの動きも滑らかですね。まあ、これでゲームオーバーになったら、あのプルリクに投げてるやつはもうマージします。まあ、だから実装始めたタイミングもある意味良かったなと思ってたりしてて、もうちょっと何ですかね、2017年から開始して開発を始めてたんで、それよりももうちょっと早かった時とかは、それこそ10年前 iPhone4S とかそっちのタイミングだったらこのゲームは作れなかったと思いますね。まだその当時はフラッシュですね、アクティブスクリプト、アクションスクリプトだったかな、それ使って開発してたんでしょうけども、フラッシュだと重かったんだろうな多分。だキャンバスはすごいっすね、そう考えたら。ちゃんとまあ、JavaScript で書けますし、アセット系、その画像だったり、こう今曲を流してる音声もちゃんとそれ用の API があって、それで曲を流せたりできるんで、本当になんか開発始めたタイミングがすごい良かったなって思ってます。危ねえ。まあやっぱりその前方攻撃は弱いけど、こう広範囲の攻撃はやっぱこの装備は強いっすね。あーコースに届きたいがさすがに無理か。はい、今日いけるんだろう。これ、ああでも2面3面がもうやられちゃったら終わりっていう感じですね。まあ2周目なんでそういうもんなんですけど、危ない。おお。なんかこの当たり判定微妙だったな今、ライオンの足元まあまあ、そこは時間あったら回収しようか。ちょっとスピードを上げてみようか。で、あーこのレーザーでいけるかな、ちょっとやってみるか。
イルを、ミサイルは攻撃力が倍なんで、これで、うん、いいんじゃないかな。ミサイルを積極的にこう使う感じで。あーやばい、そうこれ弾切れか、弾切れが顕著だな。そっか、あー危ない、うー怖え、あ前出た方がいいな。とにかく石に、石を早めに攻撃していかないといけない。で下に行きたいが危ね、あーやもうこれ無理かも、危ない、このバウンドも怖えな。どうだ、逃げろ逃げる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 、あー撃っちゃダメなんだと思うんですよね。あまたこっからか、うわこの、あーダメですね、終了かな。まあいやーちょっとしょぼいとこで死んじゃったな。あーやっぱアッパーきついな、下の攻撃がない、たちまち不利になっちゃうんだなこの場面で。あ終わっちゃった、いやーまあいいでしょう、無事に動作確認もしましたし、うんいいでしょう。今回は、Windows 11 で、Google Chrome で初めてプレイしました。また、次回、また Chrome かな？まあでも、Chrome も無事に動いてくれてよかったなぁと、ちょっと安堵してる感じです。また、いくつか。あ、ごめんなさい。いくつかじゃないな。またプレイしたいと思います。で、今、このゲームの、ステージの編集ツール、まあ前から言ってるんですけども、進めています。で、年内までに完成したいなと思ってて、で、今は、そのステージの、個々のステージの、例えばさっきの石の、石だったりとか、敵のパーツを配置する編集まではとりあえず形まではできていて、で今はそのステージの順番をこう並び替えたり、まあステージを新規に作るとか、今そういうところの今 UI ですかね、その、設計を今 Adobe XD を使って実装、あと設計しているとこです。でなんか XD が気づいたら料金改定されたみたいで、僕今 Adobe のフォトプランかな、それを契約して XD、 まあなんだろう、 XD 使えるんだみたいな感じでですね、あんな高機能なのに1000円でできるんだと思ってたんですけども、なんかこの間料金改定でなんかなんだろう、パッケージスタータープランか、それがなくなっちゃったんですよね。だからまあでもせっかくだからそれ契約しないといけないんでしょうけど、まあフィグマとどうしようかなと思っていたんですけど、まあやっぱりフォトショップのツールがやっぱすごい
自分の中では扱いやすくって、で、そうするとやっぱり、なんですかね、やっぱアドビにこう支配されてる、まあちょっと言い方が大げさか、そんな感じで、やっぱ XD になるかな。で、もし、料金プランが発生するんであれば、まあ、サブスクしようかなと。で、まあ、その代わり、なんか今自分、いくつかサブスク持ってるのがあるんで、もう、いろいろ調べて、もし使わないとか、まあもうない、そういうのないんですけどね。まあ不要なものは解約するみたいな感じになるかなという感じですかね。うん。という感じで、ゲーム自体はまた別の装備でまたプレイしたいと思います。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。